こんばんは、メガトンです。サイバーパンクデックスに会いに行きましょうか。会うっていうか、あれかな、204号室セーフルームっていう感じかな。行ってくるよ、ジャッキー。あとティーバグももういねえんだよな。これはタコス、コーラ、なんとか戦争。これなんだ、メッセージ。ああ、あれか、チップか。これあれか、ドロップポイントか。行きましょうか、204号室。ノーテルモーテル、そうか、やっぱセーフルームか、これ。なんかちょっと不気味だな。なんだ、帽子、中折れ帽子みたいなこと書いてあった今。あ、ロック、あ、なんだロックか、実行服、あ、今変えらんねえんだ。あったあった、行きます。はい、いきなり敵がいるとこじゃないよな。204号室これ自販機か、行こう。上か、そこね。モーテル、モーテル、ノーテルモーテルか。電話しないモーテル。ペイヒア。いいのかな、行っちゃって。204号室。入ろうか。開けろよ。お待ちだ。デックスいるの？いた。WNS-N54 海賊放送まで。街中が大騒ぎだ。ジャッキーは車の中か。死んでんだよ。ああ、泣き殻がない。それは気の毒に。レリックは、ここポイントだよね。ダメだった、ダメだった。不幸中の幸いか。幸い、あのサブロー荒坂死んだんだぞ。俺を面倒ごとに巻き込みやがって。俺がいつ帝王を殺せと言った。この件に少しでも関わってたやつは全員死んだも同然だ。俺は巻き込まれた側だよ、そっちだろ。巻き込んだのはそっちの方だろ。そもそもあのサブロー荒坂がホテルに来るなんて聞いてなかった。やつの個人的な予定など知るか。それに誰も殺せなんて言ってないだろう。殺したのは俺たちじゃない。言い訳なら俺じゃなく、これから来る荒坂の刺客に言うんだな。一旦落ち着こうじゃないか。作戦を考えるんだ。うわぁ、街を出る準備をする。だがその前に、お前のその顔血まみれだ。そこを使え。まずは顔を洗ってこい。ああ、洗面所？これか。大丈夫かな、デックス信じていいの？売られそうじゃない、荒坂に。洗おう。そんな乱暴なことはしないよ。さてと。うわ、ダッパ。
そんな気はしてたよ。恨むなよ。あの時の会話を覚えてるか。何のつもりだ。何のつもりだ。平庸な生涯がいい。平庸な死なんてごめんだ。なんだ？はい。どういうことだ？ステージに上がる？よう。大丈夫？絶好調さ。そうは見えないけど。まあ俺はジョニーですかね。ステージには上げられませんよ。ミュージシャンなんだっけ？確か。俺がキアノを操っている。マイクをつかむ。今夜俺はみんなに別れを言いに来た。ライブが終わった？それはどうしようもないの。俺らみたいなのを追っかけて人生を無駄にすんじゃねえ。ちょっと何よそれ。ファンの方々？そうか。俺らの謝礼は行こうか。ジョニー待てよ。やめておけ。考え直すなら今のうちだ。じゃあな、また来世で。お別れだケリー。こんなバンドはやめちまえ。合ってねえんだよ。自分のやりたい音楽をやれ。じゃあな。寂しくなるぜクソ野郎。アバよ、来世で会おうぜ。遅い。ローグ悪いね。怒ってるお前は色っぽいぜ。正直そそられる。さっさと乗りな。早く。アフターライフ仕切ってる人だよね。過去編みたいな感じ。これシルバーハンド。よう、シャイタン。出発して。これをつけて外すんじゃないよ。ジョニーは何をやらかすのこれ。これ荒坂の家紋とかか。
日本風だもんね、なんか。荒坂をどうにかするっていう話なの、全体的に。目標射程に到達。撃たれてる。え、いいの撃って。撃ってる撃ってる。自動かこれ。俺やんの、これ。今どういう話なんだろう、俺。荒坂の部隊を倒すってなってる。弾は無限？ジョニーは何も喋らねえな。いいのか？なんか壊すの？違うね。スキャンもねえし。効果を待つ。バッグを掴んで。に爆弾を仕掛けて起動、あとは重力がやってくれる。爆発で建物の基礎が割れ、タワーが崩壊。混沌と悲鳴の中、エンドロールが流れる。だからすぐに脱出し。何これ、簡単すぎ。はいはい、1たす1は2、2たす2は4。マーフィー、遊んでないでさっさと終わらせな。緊急避難勧告を全周波数で流して、まだやることは。ちょっと、この声明文って誰が書いたの？今答えてる暇はない。嘘でしょ、ジョニー。マジで言っちゃってるね。この私が言うんだから相当だよ。行くよ。何をするの？エレベーターに。気をつけて。あいつを何とかして。威力がめっちゃ高い。かっこいいね。上にもいるの？威力が高い。スキャンねえから。少し手を貸して。死体転がってきたよ。うわー、いいなこれ。リロードめっちゃかっこいい。グレネードだ、気をつけろ。うおー、すげえぞこれ。なんなんだろう武器。腕回っとるがな。腕がクニャクニャしとるがな。あ、え、これが近接、その高速戦闘。めっちゃかっこいい。やっはっは。ここに置けばいいんだな。武士道2の爆弾覚えてるか？早く急がないとまずい。デモリトロンだ。セット完了。逃げよう。荒坂の精鋭部隊だ。逃げろ。いいんだよ、逃げて。ケーブルを撃って。ケーブル？どれ？あれ？離陸準備を。すぐそっちに行く。いいんだな。ローグについて計画と話す。ローグについて、ローグについてじゃねえ。はい。まだだ。奴らのサブネットにこいつを流さないといけない。
やっぱり結局企業の植民地主義なんて関係ない、あのグルーピーの女のためなんだろ。お前には分からないさ、ローグ。4分だけ待つ、1秒でも過ぎたら置いてくから。ドアロックを突破した、アラサカの犬どもが迫ってるよ。愛してるぜスパイダー。え、知ってる。めっちゃ正面打ちしてる。どうしよう。面白い、当たんね。これ弾何発入るんだ。クリティカル4000ダメージ、チャージショットってのがある。え、チャージショット、うん、体力も400とかあるし。ジョニーだよ、ジョニー。チャージショット R2 長押しだよね。ん、チャージショットってなんだ。R2 長押し、特に出ないね。まあいいか、はい。標的は強力なサイバーウェアを保持。上か。打ち返せ。うわ、回復すんの俺。俺がやられた。うおー、リロードもかっこいい。 OK、 奥にいる。自動回復してる。避けんな。で、4分待つって言ってたよね。ここ奥、もうすぐアクセスポイントに着く。接続して。はい。アイスブレーカーね。外国製、誰かさんがサブネットプロトコルを切り替えてさえくれれば。ふざけやがって。手伝わないなら帰れ。手伝ってるじゃない、そっちこそちゃんと仕事してよ。ありがとな。よし、あとは念のため。で、嘘、見てよ、私たちがテレビに出てる。次に荒坂タワーの状況をお伝えします。同社は正体不明のテロリストグループによる脅迫を受け、現在もなお避難が行われている模様です。なおテロリストらは犯行声明を出しており、企業による植民地主義の象徴を打ち倒すと主張しています。またナイトシティのムボール・エブニケ市長は、いかなるテロ行為に対しても法的に許される最大限の武力を持って立ち向かうとしています。それではここで現地から荒坂タワーの様子を伝えてもらいましょう。現在の状況が少しでも分かるといいのですが。完了よ、急いで脱出して。逃げよう。敵が来る、屋上へ急いで。ここでどうなるんだろう、ジョニーは。うっ、アダムスマッシャーか、あれ。まずい、アダムスマッシャーよ。やばい。ジョニー逃げて。硬い硬い硬い。マフィー、ドアは塞いだけど長くは持たない。ジョニー全速力で逃げて。はいはいはい。うわー、スマッシャー。言ったろ、ジョニーボーイ、お前の息の根を止めてやるってな。
ミリテクに運ばれてんのこれ。はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。なんだ、よし、もう一度だ。お前の仲間たちは何者だ。核分裂性物質の入手元は。相棒にも喋らせろ。そこに立ってるやつは大きいものか。話をしたそうだぞ。お前が所属するテロ組織の名前を言え。核分裂性物質はどこで手に入れた。サブローさん、ボスがお前じゃ力不足だってよ。外せ、直接話をする。夫はあのタワーで死んだのよ。でもこの世には死より残酷な運命がある。殺すつもりはなかったんだ。なぜこのようなことを。なぜこんなことをと。お前がもたらした狂気に終止符を打つためさ。人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。ソウルキラーだって。これでレリックにされちゃう感じか。これなんだ、視界がはっきりしない。あの世かもしれないね。謎の人物に近づく。電脳空間か、あの世か。あれ、これさっき撮ったとこじゃないの。あらさかの爆弾じゃなくてウイルスを仕掛けに行ったところ。誰なんだ。上だ。あっちだね。まあ背中的にはジョニーっぽいんだが。システム再起動。これで俺は息を吹き返すんだろうか。これさっきの
モーテルなの？うわー、襲われたのか、あの後モーテルごと。いや違う、捨てられたんだ多分。廃棄場みたいなとこだこれ。誰か来た。あれ？デックスじゃねえのこれ。うわ、思ったより。ああ、あれ、あの部下だよね。よし、いいか、俺は言われた通りにした。ああ、やなか、ここは一つ話を。荒坂様、お父上の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。はい、1時間後には着くかと。助けてくれ、助けてくれ。黙れ。犯人はあんたが今仕えてる人なんだよ。デクさん、あの後捕まったんだね。じゃあ、なんだなんだなんだ、なんで撃っ、どうしたの急に。手を貸せってどういうことよ。なんか来てる。銃持ってない、持ってた。やばい、当たら。うっ、フロントがもうねえじゃねえか。誰なのこいつら。なんで竹村さんソロ活動なんだよ。やばい、やばい、多分アイテムないでしょ俺、回復アイテム。うっち、うわ、いや、なんか来た。やべやべやべ、どういうこと。怖い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 、ターミネーターみたいになってる。やべえ、やべやべ、
え、待って、もしかして竹村さん自体が見捨てられた？荒坂に。気を失ってる暇はないぞ。どうなってんのよあんた。頑張るんだ。いいな。くっそ。やばそうだよ。俺もお前も手当てが必要だ。知り合いに信用できるリパードクはいるか。ビクターがいる。頼れる。あてがある。急いでリパードクのとこへ行かないと命に関わる。ビクター。ビクターなら直してくれる。問題はどうやって行くかだな。誰でもいい。助けを呼べ。いねえよ誰も。デラマンで？わかったよ。ありがとうございます。お客様の現在地はサービス圏外です。いいから迎えに来い。ミスティのエソテリカまで、ビクのとこの。かしこまりました。車両を向かわせます。20分以内に到着する予定です。おい、しっかりしろ。パーソナルリンクが損傷してる。それでは代わりに B 様の外耳付近への緊急ジャックインをお試しください。強酸乳突筋の下リンパ節の間に補助神経ソケットがあるはずです。血管を傷つけたら死ぬぞ。しかし何もしない場合も死亡します。あった、ソケットだ。では接続してください。中へ。力が。少し休む。そいつはお前の血か。ミスティ。血圧が下がってる。神経性ショック。危機的状況です。こうなったら後頭骨を切るしかないだろう。それしか手はない。しかしリスクが。少し黙ってろ。具合はどうだ？お前さんほどじゃないが、日に日によくはなってる。竹村さんは本当どういうつもりなんだ？大丈夫か？うー、頭が。気分はどうだ？ああ。くそ。よくはない。耳鳴りがするし、幻覚も見える。その幻覚ではどんなものが見えるんだ？まばゆい光。鳴り響く爆音。俺はステージ上にいて、息が詰まりそうで胸に憎しみが満ちてる。その気持ちをマイクにぶつけるんだが、結局そんなことをしても意味はないって気づくんだ。
それから笑うなよ。荒坂タワーに爆弾を仕掛けた。いや、笑えないな。ナイトシティがいつもと違った、多分過去なんだろう。ジョニーの記憶だよな。 B、 ナイトシティがいつもと違って見えた。街を憎んでた人も何もかもが嫌だった。明晰夢にしてもリアルすぎる。 B、 そいつは夢じゃない、記憶だ。チップには人格コンストラクトが入っていたんだ。お前さんはそいつの記憶を見たんだよ。頭の中にテロリストがいるのか。ちょっと待て。じゃあ俺の頭の中に本物のテロリストがいるってことか。ああ、ジョニー・シルバーハンドがな。活躍してたのは50年ほど前のことだ。荒坂社爆破事件知ってるか。奴の仕業だ。瓦礫に埋もれて死んだとされてたが、とにかく今はそれよりもっと深刻な問題がある。なんだ、ビクがビビってる。あんたがそんな顔するの初めて見たな。何なんだ。お前さんにはつまり時間があまり残されてない。どういうことだ。その生体チップは導火線に火のついた爆弾みたいなもんだ。もう長くは生きられない。もって数週間だろう。シルバーハンドのコンストラクトは意識を上書きしていく。最終的には体を乗っ取られ、お前さんは消えちまう。B、俺の言ってることがわかるか。直せるよね。直せるんだろ、ビクター。俺だって直してやりたい。だがこいつはとても俺の手には負えない。くそ、なんでだよ。あんた名医なんだろ。何か方法はないのか。本当に聞きたいのか。本当の話をしてくれ。何も走らず全部聞かせてくれ。いいだろう。チップにはコンストラクトが保存されてる。ジョニー・シルバーハンドの精神だ。チップスロットに刺した時は何も起きなかったんだよな。お前さんが死ぬまでは。俺はデクスター・デ・ショーンに頭を打たれた。普通ならそれで死んでおしまいだろ。幸いデショーンが使ったのは小口径の銃だった。ヤッコさんの間抜けさに感謝するんだな。弾丸を受けた後、チップのナノマシンが傷を修復し、お前さんをこの世に連れ戻してくれたのさ。そんなチップがあるんだ。まるでフランケンだ。つまり俺はビクター博士の怪物ってことか。体は所詮器に過ぎない。改造することもクロームと入れ替えることもできる。全身丸ごとだってな。だが精神となると、話が全く変わってくる。生体チップからしてみれば、お前さんの脳細胞は切除すべき腫瘍で、その体はコンストラクトを入れとくための入れ物なんだ。つまりそのテロリストは俺を消し去ってこの体を奪おうとしてるのか。そいつの意思でやってるわけじゃない。自動プログラムだ。誰にも止めることはできない。チップを取り出せばいいんじゃないのか。チップを取り出すか、停止させればいいんじゃないのか。どちらもダメだ。その瞬間に死んじまう。荒坂に取ってもらおう。どうすればいいんだ俺は。ビク、あんたは何度も俺を救ってくれた。あんたになすすべがないって言われたら俺はどうしたらいいんだ。教えてくれよビク。俺にもわからないんだ。ミスティ、
ミスティはジャッキーのこと知ってんのか。あと竹村さんはどうしたんだ。ビクターももう年なんだからあまり無茶言わないで。ほら、家まで送るわ。それでそいつが死んで俺も一緒に死ぬんだと思った。眠ったままその男と。眠りってのは死に近い概念だと言われてる。自分が今本当に起きてるかもわからない。すでに死んでる可能性だってあるだろう。深く考えちゃダメよ、B。忘れるの。ほら、薬を持ってきたから。オメガブロッカーよ。定期的に飲めば急激な変化を抑えてくれる。頭の中のお客さんも多少おとなしくなるはずよ。あとこっちは私から。疑似エンドトライジン、ブロッカーとは逆に進行を加速させる薬。俺を殺すための薬？あいつを刺激して俺をさっさと殺させる薬ってことか。よく聞いて。今は大丈夫でもこの先には耐えられないほどの苦痛が待ってるかもしれない。私はあなたに選択肢を用意してあげてるの。脳を騙せばいい。普通の鎮痛剤で十分だろ。これは魂の死なのよ。徐々に己が失われていくの。ある時点を超えたら自分自身を認識できなくなる。恐ろしくて苦しいはずよ。でもそれに耐えなくたっていい。わざわざ薬なんか飲まなくても銃を加えて引き金を引けば済む。そしたらあなたは魂を二つ消すことになる。それでもいいの？横にならせてくれ。そうだ、もう一つ渡すものがあった。ビクターがあなたの頭から取り出したの、お守りにって。じゃあ無理してでも眠るのよ。ジャッキーのことを言わないといけない。ミスティ、待て。ジャッキーのことだが。何？知ってるのかも。ジャックは最高の友人だった。もう会えないと思うと寂しくてたまらない。彼がここにいたらぐずってねえでやるべきことをやれって言うでしょうね。今はゆっくり休んで少しでも寝るのよね。もう資格は来ねえのかな。おやすみ。俺はこっから出たいんだ、わかるか。邪魔する奴は誰だろうと殺す。お前も例外じゃない。タバコが吸いたくてたまらねえ。持ってるか？50年前の亡霊なのに。タバコは吸わない。タバコは吸わない。なら買ってこいよ。一本だけでいいんだ。一体何様だ。クソ、点で使えねえジョイトイだな。
俺の前から消えろ。これでも実在はしないんだろきっと。あっ、雇い主は誰だ、言え。嘘だろ、体が。嘘だろ、鏡じゃん。あのチップか、引っこ抜いてやるよ。やめろ、待て。うお、遮断薬だからいいんだよな、飲んで。冷えな、クソ野郎。それじゃダメだ。口に銃を突っ込んで引き金を引け。感じるぞ、互いの意識が触れ合ってる。俺は果物に生えたカビかよ。少しずつ侵食してる。止めることはできねえ。聞いてんのか、クソ。気持ち悪い。これは記憶痕跡のコピーに過ぎない。本当の俺はきっとどこかに。どういうことなのよ。くそ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 、出てけ。何なんだ、出てけ。俺の頭から出てけ。頭をぶち抜け。そうするしかない。聞いてんのか、脳みそに弾をぶち込むんだよ。アクト2だ。とりあえず、デラマンから。そうなのか、お母さんはどんな感じだったんだろうね。これ竹村さんの真意がマジわかんないまま来ちゃった。ちょっと連絡できない？竹村いねえな。ビクター、ちょっとビクターに話してみる。あら、繁盛してるか。それなりにな。戦争が落ち着いて、これ聞いたことあるわ。アラサカはまた傭兵を雇い出してる。で、そいつらにはピカピカの最新インプラントが必要ってわけだ。ミスティがいてよかったな。あんたの愚痴も聞き流してくれる。あいつに店を貸したのは正解だったよ。ナイトシティでの暮らしに満足してるやつなんてあんたぐらいのもんじゃないか。ある程度の年になると幻想を捨てるようになるんだ。ずいぶん生きやすくなるぞ。またね。じゃあな。またな、ビー。久々に帰ってきた我が家なんだけども、なんと言ったらいいのか。装備を整えるか、まずは。あ、こんなレベンだ。しかめっつら奥安っぽい。はい、
この後どうするんだ。時間稼ぎだから本当に数週間って言われちゃったからね。よし、ではですね、一旦今回はここまでにして装備だけ整えておこうかな。ユーロドル、これ誰の？俺のなんだよね、要はね。あとクローゼットどこだっけ、武器庫どこだっけ、ここだっけ。刀がまだないんだよね。とりあえずここの装備品とか一式揃えておくので、次回はこの部屋を出るところからですかね。メールを確認する。あ、なんか一個来てんな。レジーナ、あ、これ連絡しちゃったよ。いい、またね。じゃあまた。ん、消えねえな、消えた。メールは資格か。合成比較を積んだバン、リビア運輸のバンを盗む、依頼窃盗、盗まれたこのバンを盗み返すってことね。いつこんなの受けたんだろうね。ナイトシティに合成比較のコンバットジャケットを密輸している。そうなんだ。この時代もうなんか本革なんてなさそうだよね。合皮しかないみたいな。まあ、これ受けるときにまた、ってことあれか、ジャーナルにあるのかな、これか、これだ。まあ、これをやれば多分またあとマップに出るんだろうな。今はこれだ。これがタイトルなのか、時間稼ぎ。ということなんで、メール、あ、このメールか。メールってこっちか。一件、家賃、今月分の賃貸料が未納となっております。強制退去、いやでももうね、あと 1,2 週間でおさらばするからあれかもしれない。あと弾薬、インベントル開いて服を着るっていう話なんで、ここからアイテムを出して、あと装備も一式整えておきます。ということで一旦今回はここまでにいたしましょう。また次回。それではまた。